あなたのお父さんも大好きです。アップルウォッチウルトラ2が必要です。それを彼に伝えてください。アップルウォッチシリーズ4をアップルウォッチウルトラ初代にアップグレードすることを考えています。それは価値がありますか？これらのコンセプトはクールですが、アップルはアクションボタンのオレンジ色を変更することを真剣に考えるべきです。それはウォッチウルトラのシャーシと同じ色であるべきです。カープレイはアップルウォッチウルトラ2で動作しますか？それとも iPhone が必要ですか？トレイルループバンドのいくつかを試してみてください。それらはアルペンバンドに比べて非常に快適で、軽量で簡単に調整できます。私は最初アップルウォッチウルトラが嫌いでしたが、トレイルループバンドで試してみると、今では1年間私の手首にあります。ウルトラとウルトラ2の違いやその理由について多くの質問がありますが、以下に私の考えを述べます。アップルウォッチウルトラ2をほぼ1週間使用した後、私はこれに満足しています。違いは小さいですが、便利で歓迎されるものです。私にとって最も大きな違いは、心拍数の測定が非常に正確で、これまでに使用したどの時計よりも正確です。すでに驚くべきバッテリー寿命はさらに向上しています。私は私の Apple Watch Ultra 2に非常に満足しています。私にとってそれは素晴らしく機能しています。 Apple Watch Ultra 2の新しい画面が大好きです。とても鮮明で生き生きしています。 5G 対応の Apple Watch Ultra、 これはいつでもどこでも連絡を取りたい人にとって最適な選択です。私は最近 Apple Watch Ultra を購入し、それに非常に満足しています。私の Apple Watch Ultra は大好き。フィットネスと健康の追跡がこれほど簡単になったことはありません。クリスマスに Apple Watch Ultra が欲しい。サンタが私の願いを聞いてくれることを願っています。私は過去数ヶ月間 Apple Watch Ultra を使用しており、その経験を楽しんでいます。なぜ Apple Watch Ultra の価格はこんなに高いのですか？Apple Watch Ultra に関して私が聞いた唯一のマイナスポイントは、価格が少し高いことです。アップルウォッチウルトラがこれほど素晴らしいとは信じられません。今日アップルウォッチウルトラ2を手に入れます。新品のアップルウォッチウルトラ2を780ドルで、最初のディスカウント価格でまだ手に入れることができます。新しいアップルウォッチウルトラを注文しました。オセアニックプラスアプリはアップルウォッチウルトラおよびウルトラ2を40メートルのダイブコンピュータに変えるもので、現在フリーダイビングモードも含まれています。アップルウォッチウルトラ2が欲しいけど、その価格は私のケチな自分には高すぎる。私のシリーズ6のバッテリーがすぐに切れるので、買う決断をしなくてはならないかもしれない。私の仲間のランナー全員にアップルウォッチウルトラ2をおすすめします。1円たりとも無駄にはしません。私がアップルウォッチウルトラを買った唯一の理由は、テスラを予備調整するためにアクションボタンを使うことでした。ショートカットアプリで数時間悩んだ後、私はそれを理解しました。今では私が時計のボタンを押すと、車が予備調整を開始します。すごい。 Apple MacBook Air の塗装が少し弱い。 Watch Ultra 2のベルトのクリップでラップトップのケースの端が傷ついてしまった。まあ仕事中は時計を外すのが良いだろう。あなたの手首のサイズはどれくらいですか？私は手首が細いので、それが一部の理由で Apple Watch Ultra を選ぶのをためらっています。新しい Apple Watch Ultra 2は別世界のものです。その画面はこれまでで最も明るく、最大3000ニットに達します。私たちはそれを信じられないほど素晴らしいと感じました。似ているが全く同じではない。素敵な組み合わせ。 iPhone 15 Pro Max と Apple Watch Ultra 2。 Apple Watch Ultra 2にアップグレードするのを楽しみにしています。まだシリーズ6を使っています。 Apple Watch Ultra 2は開封の体験を全く新しいレベルに引き上げます。これはアップルがあらゆる側面でプレミアムな品質を提供するというコミットメントの証です。アップルウォッチを使うならウルトラだけ。これは別のレベルだ。本当にアップルウォッチウルトラを買いたい。だって私がそれに値するんだから。アップルウォッチウルトラの通知バナー、本当にあなたには薄く見えますか？それともただ私の老眼のせい？多くのランナーもアップルウォッチウルトラを使用しています。人々はベゼルが見にくいと言いますが、何を言ってるんだ。それはあなたのアップルウォッチウルトラじゃない。良いデザイン、良い UI、そして良いトラッキング、これが私が69ドルのスマートウォッチに求める全てだ。アップルウォッチウルトラ2とアップルウォッチウルトラ1を区別するのは非常に難しい。なぜならアップルは他のアップルウォッチシリーズと同様にウォッチの裏に何も書いていないからです。アップルウォッチウルトラ2、最も頑丈で能力のあるアップルウォッチ。
Apple Watch Ultra をチェックすればナチュラルチタンの色に何を期待すればよいのかわかるのかなと思っています。 Apple Watch Ultra 2についてシリーズ6からアップグレードして1週間の感想。昨年ウルトラは私向けではないと懐疑的だったが、結局 V2 に変えてしまった。とても満足している。 Apple の製品品質は通常かなり良いが、この製品に関しては信じられないほど素晴らしい。このものは本当に頑丈だ。数年前にサムスンの時計を試したことがあります。2世代目だと思います。今はもっと良くなっているでしょうが、 Apple Watch Ultra はバッテリー寿命が長く、チタン製なのでケースは不要です。私は以前からこのことを言っていましたが、産業は携帯電話から離れて AR グラスと高性能な時計、これが Apple が Ultra を導入した理由だと思うに移行すると思います。というのも AR 技術がより小さく、より強力になってきているからです。結局新品の Apple Watch Ultra 2を購入して、今回の Apple 四半期の収益に貢献してしまいました。 Apple Watch Ultra と AirPods は私が試したものの中で品質、使いやすさ、統合性の全てで最も優れています。iPhotos は好きではありませんが、 Google Photos はいつでも追加できます。さらに悪いことに、新しい iOS アップデートをしたときに、私の Apple Watch Ultra の Apple Pay が動作しなくなった。新しい iOS ソフトウェアにアップグレードすると、 iPhone や Apple Watch の他のユーザーにも問題を引き起こしていると聞いています。 Apple Watch Ultra 2は今回制約なしで3日以上動作します。1回の充電での稼働時間に関しては AU と比べて飛び抜けています。省電力モードを使うとバッテリーの持ちが1日増えるので、旅行などで非常に便利です。 SE モデルとシリーズ8、ウルトラの間の主要な違いは急速充電であることがわかります。私は Apple Watch のラインアップで SE からゆっくり始めるつもりでしたが、予算を増やす必要があるかもしれません。今日 Apple Watch Ultra 2で初めてのランをしました。リアルタイムで心拍数ゾーンを見ることができて、それはとても良かったです。フープではそれができなかった。心拍数 140-159 の 5km を走りました。29分かかりましたが、非常に持続可能なペースでした。この時計、本当に大好きです。新しい Apple Watch Ultra は、消費者の心の中で長持ちするバッテリー、衛星2は GPS 位置情報を持つスマートウォッチとして位置づけられています。これはエクストリームスポーツをする人々をターゲットとしています。シリーズ9、ウルトラ2が最高、それがアップルのウォッチでの最高です。日本人だけではなく海外のユーザーの反応から見えてきたものがありましたでしょうか。ぜひご自身の購入へのご参考にしていただければと存じます。私は昨年ウルトラを購入して、今回は見送りですが非常に満足しておりますので、シリーズ1でも2でもウルトラは大きめの時計が好きな方、私のようにアラフィフになって目がしんどい方には最高だと思います。